スイス時計の謎は、アリス川アリスによる日本の中編推理小説。また、表題作を含む短編推理小説集。サッカーアリスシリーズの、国名シリーズの第7作目である。名探偵傑作短編集、日村秀夫編、講談社文庫にも収録されている。2004年第4回本格ミステリー大賞候補、作品、2004年版本格ミステリーベスト10第2位。 2004年版、本格ミステリーこれがベストだ。本格ミステリー10選、2011年、本格ミステリーベスト102012年版で発表された、2001から2010新世紀、本格短編オールベストランキングで第2位に選出される。日村に殺人の現場に呼び出されたアリスが見たのは、後頭部をガラス製の灰皿で殴られて殺害された、真田山高校時代の同級生。 村越だった。村越は当日高校のサークル社会思想研究会の仲間たちと2年に一度開いていた同窓会リユニオンに出席する予定だった。殺害現場では絨毯からガラスの破片が検出され掃除機を使った者がいると秘書が証言したことから犯人が腕時計のガラスの破片の痕跡を消去しようとしたものと思われた。そして 村越の遺体からリユニオンのメンバーがお揃いで着用しているスイス製の腕時計ディプテロスが消失していた。さらに秘書は村越が高校時代の友人に不純な相談に乗ってもらっていると話していたと証言する。日村は犯人が村越と格闘した際に犯人の腕時計のガラスが割れたため村越の腕時計を着用してリユニオンに参加したと推理する。 そして、村越以外の5人のメンバーの中から、論理的な推理で犯人を追い詰める。ありがとうございます。